おっす。皆さんおはようございます。しんのすけの秘蔵庫のみなひろです。さあ、本日はですね、ウエスタン浦安柳通り店様の方にお邪魔しております。ということで、やっと取れました。吉宗ライジング、取れました。ということで、打っていきたいと思います。実は、昨日吉宗ライジングの、ペッテロク確定の台を終日打ちまして、まあ、その挙動もね、踏まえつつ、吉宗ライジングの面白いところ、をお伝えしていけたらと思いますんで、本日はよろしくお願いいたします。それでは行きましょうか。いつものやつ、ウエスタン浦安柳通り店様での収録です。マックスベッドを押すのじゃ。やばい、もうさ、もう笑みが止まらんもん。やばいよ、どうしよう。あー幸せー、あー幸せ、あー幸せ。どれぐらい幸せかっていうと、例えるなら超高級焼肉を食べた後、超高級パフェを食べてそのまま寝るぐらい幸せ。もうやばい。で、この風量設定っていうのがあるんですけど、あのここから風出ます。基本ここから風出たら、その状況における、まあ、最高の報酬が実践上確定してるんで、通常時だったら当たり確定とか、まあ一番強いやつにしておきましょうかね。で、暴れん坊モードっていうのもあるんですよ。これオンオフってあるんですけど、これオンにしたらこれ出る割合が上がります。なんで最初はオフにしましょうか。はい、自分オンの方が好きですね。まあ、吉宗ライジング、自分の中で極める機種に入ってます。自分の中で極める機種っていうのが、今、番長鏡 SAO って来てるんですけど、これで4機種目ですね。はい、ちゃんと実践データ取っていきますんで、カチカチくんで。みなひろカチカチくんなかったら生きていけません。行きましょう。もう最高。よろしくお願いします。スタート。はい、おい、早速で予約引いちゃったんですけど、左リール、まあ基本的に姫を狙っていただいて OK です。で、右リール適当押しで、中リールに姫を目安に松を狙う。はい、で、基本的に左リール松を取りこぼしちゃうと、払い出し受けられませんので、はい、ごめんなさい、まだ朝なんで滑舌が怪しいです。払い出しを受けられませんので、ちゃんと狙ってください。ただチェイに関しては適当押しでも払い出し受けられます。はい、で、まあ、まずはCさんが動画で試打動画上げられてると思うんで、ざっくりゲーム性のおさらいだけさせていただきますと、通常時はゲーム数と霊薬で初当たりを目指す感じになります。で、まあ、基本的にはゲーム数の方が若干初当たりの割合でいうと多めになってると。はい、メインでいうとゲーム数になりますね。で、まあ、そのまま、まあ、王道である前兆を経由して当てるんですけど、まあ高確率ですよね。前兆ステージである高確率、基本的にはここを経由して告知されます。で、当たったならば、ボーナス確定の画面で将軍ボーナスか爆走バンブルマイかのどっちかになります。で、将軍ボーナスだったら、まあ、その後高確率に行ってAT 当たってるかどうかの告知、爆走オーバーブルバイならそのまま AT って感じですね。で、AT 中は、3枚数管理となっておりまして、初期は基本100枚からスタートします。それが終わったら8大将軍チャレンジに行って、再度 AT を目指すと。それのループ率が 80%、はい、もうとにかくこれをループさせるだけで、この AT と8大将軍チャレンジをループさせていく中で特化ゾーンであるブルマイライジングに入ると。このブルマイライジング結構強いんで、入れるともうモリモリ増えるって感じですね。はい、で、一連の流れとしてはこんな感じです。はい、結構おさらいな感じなんでサクッと説明しましたけど、まあ今までのパチスロ、よくパチスロ打ってる方なら割と入りやすいゲーム性なのかなと思いますね。この台、これはまず言っとかないといけないです。金鷹レジェンドっていうのがあるんですよ。
まあ、普段の AT よりも強めで発雷将軍チャレンジ成功すれば必ずブルマイライジング入るっていう特化ゾーンスタートみたいなのがあるんですけど、それをさせるためには一番のメインルートはサマイス2400を出して有力感を切断すること、これです。はい、実戦上それになってますんで、それをすることで大量出た馬を獲得できるっていう流れですね。だからサマイス2400ってことは朝の一発目の AT が超絶大事なんですよ。そこで出したら2400サマイスで到達しやすいじゃないですか、投資が加算でなければ。だからマジでそこです。朝が大事とだけ言っておきましょう。で、まあ、今レア役引いたんですけれども、この間は同行の抽選があります。あの左下に G と姫がいるんですけど、これを同行抽選してくれます。松なら G、 チェリーなら姫、はい、G 同行。基本的に、まあ、実戦上にはなるんですけれども、だいたい1ゲームから8ゲームの前兆経由して同行の告知が行われるという感じですね。早い時はもう G ゲーム、レア役 G ゲームで同行してくれます。逆に言えば結構前兆とかで重なったりすると、8ゲームとかまで引き伸ばされるパターンはありますね。はい、でもう早速なんですけど、これ前兆です。お待ちくだされ、後期の気配がしますぞって言ってるんですけど、セリフ演出ですね、吉宗における前兆というものに入ってます。はい、64ゲームこんな感じですね。だからこれはおそらく規定ゲーム数ですね。下2桁50ゲームから前兆、いわゆる規定ゲーム数のチャンスになってますんで、前兆経由して告知するっていう可能性があります。これ当たってるかどうか分かんないですけど、今それの前兆走ってます。これセリフエースめっちゃ連発してるんで熱いですね。まず、はい、なかなか昨日打ったんですけどなかなか出なかったです。で出た時は漏れなく当たってました。いやちょっとごめんなさい、早口で申し訳ない。テンション上がって、はい、74ゲーム高確率ありました。高確率は、前兆ステージとなっておりまして、これ今白色の背景なんですけど、赤色なら本前兆濃厚です。なかなか出ないですね。昨日打ったんですけど全然出なかったんで熱いな。でちょっと前兆パターン的に今ちょっと強めです。割とレアな方を辿ってますね。はい、82ゲーム8点追っかけ。ちょっとここめちゃめちゃ実戦上の話になるんですけれども、基本的に高確率の滞在ゲーム数は14ゲームです。はい、ね、まあそこから離れれば離れるほど若干チャンスにはなるんですけど、13ゲーム15ゲームとか、はい、今これ8ゲーム目で発展してるんでもう当たってますね。実戦上当たりです。外したことないです。ちなみに追っかけは連続演出の中でも下の方ですね。剣豪対決最終決戦だから一応下の部類にはなるんですけど、割と昨日打った時追っかけ当たってくれたんですよね。で今これ吉宗走ってるんですけど、怒ればチャンスアップです。これデフォルト。これ怒ってるんでチャンスアップ当たりました。85ゲーム幸せすぎて投資4本です。はい、ちょっと貸し出し多く押しちゃいましたけど、で早速もう当たったんでこの後ボーナス確定画面に入ります。はい、でここで、将軍ボーナスなのか爆走オンバイブルマイなのかどっちかっていう告知が行われると。はい、いや幸せ、こんな当たり軽くていいんですか、ほんまに。はい、これ正解した後告知を行われます。これで7くれば AT デフォ将軍ボーナス、将軍ボーナスが、まあ、10ゲーム継続で、まあ、その後基本高確率にいって AT 当たってるかどうかの告知を行われます。このまま AT 飛んできたら最高やったのにな、くそー悔しい。実は昨日設定6の吉宗ライジングを打ちまして、終日で10
回将軍ボーナス当てて1回しか AT 入らなかったんで、まあ、結構6でも難しいかもしれないですね。もしかすると抽選値出てないです。はい、高確率、はい、85ゲームから高確率、こんな感じですね、はい、もうやることは大体こんな感じです。通常時は、まあ、レイヤークだったりキレイゲーム数から、まあ、前兆を経由して当たってるかどうかを楽しむと。で当たってたら、まあ、将軍ボーナスか AT かでワクワクするって感じなんで、とにかくそこです。はい、これ14ゲーム目、多分ここで行くんじゃないですかね。はい、14ゲームで発展サスケ、まあ、一番強いですね。バルボの成敗の中でも一番強い、つまり当たりにくい。はい、残念でした。まあ一定の一覧というか、まあゲーム性通常時の、フローはこんな感じになりますね。これが王道になります。ここからどう楽しむかって感じですけど、まあね、まずはスペックのお話からしましょうか、ね、まずはスペックからバーバーと載せておきます。吉宗ライジングのスペック表ですね。見ていただくと分かる通り、設定6のデルタ率、まあ、スマスロ鏡が 114% 近くありましたから少し抑えめで、それに比例して設定5も若干低めです。 107%、まあ、トータルするとマイルドに仕上がってるという感じですね。なんでとても嬉しいことがここで一つあります。設定6の出玉率が低いということは、おそらく設定5力の投入率は上がってくると思われます。というかお店さん側は入れやすいと思います。はい、だから嬉しい結果的に積もれる割合は上がるわけですからね。あ、で霊薬の確率ですね。はい、こんな感じになってます。設定数なしで松とチェリーそれぞれチャンス目強チェリーと対応してるんですけど、それぞれ同じ確率になってまして、トータルすると結構引きやすくなってますね。30分の1か40分の1ぐらいになってますんで、結構霊薬はポッポンきます。はい、で性能自体も確率が同じになってる影響で、昨日打ってる感じではそれぞれチェリーと松に対応したフラグっていうのは差を感じられませんでしたね。同じぐらいの抽選値で、まあ、レイヤーク引いていくんですけど、やっぱ吉宗ライジング大事なのが、通常時も AT 中もこの G と姫の動向が大事になってまして、それぞれ動向してる間は各対応したレイヤークを引ければ、抽選値が優遇されますね。まあ、通常時であればそれぞれボンとレイヤークの抽選値出してあるんですけど、対応薬仲間が同行している状態での対応薬を引ければ弱レイヤークでも 10% 近い抽選を受けられますんで、まあ、ちょっとハードル高いですけど、イメージとしてはスマスロ鏡のチャンス目強チェリーですよね、通常時の。だから当たるときは当たる、当たるときは当たる、3連続で全然当たる、そんなイメージです。スマスロ鏡打ってる方は通常時のレイヤーク関連は結構馴染みやすい感じになってますね。だから、タイミングと流れが大事で、まあ、設定6機能打ったんですけれども、レイヤークからの当選はなかなかしませんでした。はい、ただゲーム数から当たったっていうイメージが強かったんですね。だから結構レイヤークに関してはこう、まあ、来たらいいなぐらいの雰囲気で打っていただけるとノンストレスで打てると思います。はい、で、まあ、仲間の動向に関してなんですけれども、公表されてません。自分が今打ってる感じではそれぞれ弱チェリーと松を引いた時の大体それぞれ 50% ぐらいなんですよね。サンプルがまだまだ少ないとはいえ半々ぐらい。だから弱チェ引いたら 50% で姫同行、松引いたら 50% で、ま、G 同行みたいなぐらい、結構サクサク同行はしてくれました。はい、で滞在してるゲーム数に関してはそれも不定で、結構なんか10ゲーム前後ぐらいでしたね、打ってる感じ。長いと20ゲームぐらい滞在してることもあったんで、ここはブレあると思います。さあ、で今これ201ゲームから煽り入ってるんですけど、この、ね、ゲーム数からも同行する可能性あるんですよ。はい、同行 G 同行ですね。だから規定ゲーム数の抽選で同行の抽選に受かったと。でこれに関しては自分が昨日打った感じではだいたい3分の1ぐらい、33% ぐらいで規定ゲーム数から仲間同行の抽選に受かってましたね。だから若干レア役よりも弱めになってるっていうイメージがありました。はい、
昨日打っただけなんでサンプルとしてはまだまだ足りないです。これだけご了承ください。はい、もう話しすぎて止まんないんですけど、まだまだ話すことありますからね、幸せですね。もうちょっとね、打ってるだけで心が躍るんですよ。あーもう最高。あーもうこの感覚ってやっぱあるんですよ、番長にも鏡にも SAO にも。はい、ちなみに昨日は推定6を打ちまして、推定6じゃない、設定6を打ちまして、5000枚ぐらいプラスで帰りました。結構荒いですね。はい、昨日4台設置してあるお店さんにお邪魔したんですけれども、4台全6、そのうち2台が5000枚オーバーのプラス、そこ残りの2台が、トントンもしくはマイナスでした。はい、だったんで難しい、マジで難しい。通常時は確かに当たりやすいんですけど、そんなことよりも AT やれるかどうかなんで、この台割と設定関係ないところはあります。はい、いい意味で関係ないところはあります。だから好き。だから好き。あかん、これ以上褒めたらお前ちょっと褒めすぎやろって言われちゃうわ。あかんあかん、抑えろ。褒めるのはこの辺にしとけ。でこれ共通タワーですね。右下がりの、通常時であり AT 中右下がりに揃った俵っていうのは、まあ、共通俵、共通ベルになってます。設定差あります、600から400分の1ぐらいなんですけど、まああんま設定差ないんですよね、これがね。またね、あんま設定差がない。でしかも AT 中熱くなっちゃってカウント忘れるんで、カウントしてません自分。無理。AT 中8代将軍チャレンジ中に共通ベル来てもカウントできないんで、自分はカウントしません。もうやっぱ多分ね、前直来てそうなんですよ。はい、多くの演出、多く演出で、左から来て戻っていくパターン、これは王道な前直開始のスタイルになるんですが、なるんですが、ここで大事なんですけど、この吉宗、ね、前直開始の演出がめちゃめちゃ難しい。あー前兆始まってるのかどうかわからない演出が番長ゼロに比べて多すぎるんで、ぶっちゃけ前兆開始はあやふやになります。うん、ただし、まあ、トータルした時の発展ゲーム数がだいたいこんな感じです。王道でいうと高確率で同じ、だいたい14ゲームぐらいで前兆開始から高確率に入ります。はい、だからこれ、ね、252ゲームで地震の演出から風呂敷落ちてきたんですよ。あれも結構前兆開始のパターンでもあるんで、一応カウントは252ゲームにしておきますね。はい、なんでおそらく252ゲームか前兆走ってそうです。で前兆開始のゲーム数に関しては、まあ、レバー叩いて前兆来たなっていう演出が出たゲーム数をカウントしてください。で今これ258っていう感じですね。はい、高確率、おそらく252ゲームから始まって261ゲームで高確率に入ったんで、前兆のゲーム数は9ゲームデフォルトかなといった予想になります。で、はい、高確率で、高確率の前兆ゲーム数を数える場合はこのゲームから数えてください。261から、はい、まあ、これはあくまでも三浦弘が打った場合の前兆ゲーム数の数え方になりますんで、情報が公表されたときに前兆ゲーム数ずれる可能性はあります。これだけご了承ください。で今これ250ゲーム台の前兆にはなるんですけれども、規定ゲーム数の強さ的に言うと200台は結構強めになります。はい、熱いね。もうね、100、200、700の下2桁50はトータルで見たときに強めの前兆を行われてまして、昨日打ったときは250ゲームで全部当たりました。全部当たった。10回以上当たったじゃないかな、外れることなかったんで結構強めです。で今カモンアタック演奏大だったんですけど、これも外したことないです、まだ。外したことないと言ってもサンプルの数があまりにも少ないんで、そこだけご了承ください。吉宗のカモンアタック大と言ったら熱いっていうのは教わってます。はい、で今これ襖の演出のシルエットかな、シルエットの演出で今赤色になってるんですけど、これチャンスアップです。これも一回も外したことない。274中太、もうこれは外したことあります。
はい、1回だけ外したことあります。で今これ、はい、悪者成敗のチュータ、悪者成敗演出の中でも一番強いパターンですね、チュータ。でこれ赤色のクロス切りだとき、実戦上外したことないです。これ当たります。はい、276ゲーム、250ゲーム台の前兆で初当たりに当選しました。頼むで、投資9本。AT 頼む。かー、はい、また将軍ボーナス。ちょっと頼むで、ここ AT が良かったんですけど、はい、まあ、この後高確率いって当たってるかどうか告知してくれます。レア役引いてますね。チャンス目、はい、残念でした。あ、で、これは完全に自分事なんですけれども、数日前に実はちょっと顔面のね治療をしまして、まあ整形じゃないですよ、整形じゃない、若干赤くなってるんで顔全体が、まあレーザーなんですけど、レーザー治療、まあ自分ニキビいい肌で結構顔面がやばいんで顔面がやばいんで、それの治療で数日前にレーザーを打ちましたんで、今日はマスクつけさせていただきます。申し訳ないです。月に1回レーザー当てないといけないんで、その付近になるともう見せるような顔面じゃなくなるんですよ真っ赤っかに腫れるんで、若干日にちだったんでマシですけど、今打ちたてほやほやの時やばかったもうずっと顔が痛いみたいな、なんでちょっとそれだけ今日はご了承ください。で、まあ、こういうの気持ちよく入れないと、気持ちよくゾルトラック2枚目、まあまあちょろいもんですよ、2枚目なんて速攻で帰ってくるんで。ただ早めに当てたいんですよ、サマイス2400のユーリッカの切断をするためにはあんまり投資かけたくないんですよね。実際多分演出来た方が分かりやすいと思うんで。いやーでもね、あ、これちび姫の、ちび姫のだるま落とし演出、正式名称、これも今1個しか落とさなかったんですけど、赤まで行けばみなひろ調べで霊役の大チャンス、否定すれば全長っていう感じになってますね。あ、実戦上ですよ、実戦上で赤まで行ってそのまま赤で終わるパターンもあるんですけど、中からチュータが出てくることあるんですよ。でチュータがボン、それも霊役でした、自分が打ってる感じは。でチュータが出てきて、それも出てきたチュータとちび姫がバトルする演出あるんですよ3回ぐらい見たんですけど2回当たってくれましたね、その時は。ちょっと強いかもしれないです、もしかすると。いやー結構演出の種類多いんですよね、マジで。今これ442ゲームかな、443かどっちかでレアがいきましたね。チャンス目、でこれちょっとしたミニ発展演出です、基本失敗します。はい、でこのあと全長経由してって感じでしょうね。ただ行った方がいいです。はい、454ゲームで高確率、はい、当たるときは鏡のときと一緒でよう当たる。でここさせたらでかいんですよね、初当たり稼げるんで。ごめんなさい、これめちゃめちゃ目押しミスりましたけど、チェリーです。で強チェリーですね、もうごめんなさい。右リール中段に7つ柄が止まったら強チェリー、止まらなかったら、弱チェリーです。これ強チェリーですね。で461で発展してるんで、これも当たりましたね。剣豪演出を、連続演出の中でも上から2番目、熱いっす、マジで熱い。昨日も1回も外さなかったですね、剣豪の演出は。だから上の剣豪演出と剣豪対決と最終決戦選ばれればかなり期待していいかなと思います。はい、で今これ雑魚の一つ覚えっていう演出なんですけれども、自分が見た限りでは、文字の色、白、緑、赤、3種類ありました。ゼロ
はい、もう一度、これも昨日は外さなかった。はい、当たりました。465ゲームですね。このブーっていう音がマジ最高当たりました。成敗、465ゲーム、投資14本ですね。投資ケーキはおそらくチャンス目なんですけれども、あの発展したゲームで強チェリー引いちゃったんで、どちらにせよ恐竜予約だと思われます。はい、 10% ですね。頼むで、もうちょっと今将軍ボーナス2連続、なんなら将軍ボーナス4連続までいいけどさ、あの、まあ、将軍ボーナス4連続で引けば若干の恩恵があるんですけど、まあ、それはまたどこかでお話しします。3回目の初当たりで AT です。オーバンブルワイジャー、アーバルツー、最高。もうこれこっからまんまい出ますからね。いいとこ行けばここからまんまい出ますからね。はい、でこれ爆走マブル前入った時に出る画面にはなるんですけれども、これデフォルトになります。あの2連続で同じキャラが出たりすると特化ゾーン確定とかありますね。でここ結構大事で、ここで引いたレア役っていうのは特化ゾーンの抽選でやったごめんなさい、カミカミでごめんなさい、あの特化ゾーンの抽選行われます。で漏れた場合はサマイスの優遇がありますんで大事です。残念、始まりました。でもうすぐ曲変えます。んー、まあこれですよね、皆さん選ぶのは。自分はこっちなんですよ。5号機の吉宗の姫ビッグ中の曲で AT ですね。メイン AT である爆走バンブル前入りましたんで純増約 4.0 枚です。で消化中は、リエクからレイジングチャレンジポイント獲得を目指していくゲーム性になってますね。で液晶左に見えてると思うんですけど、あ、若干見切れてますね。あの1000分の600ってなってます。で1000ポイント到達で、次回の八代将軍チャレンジ成功すれば特化ゾーンになりますね。で今これ600ポイントスタートなんですけど、これ600ちょっと低めです。あの昨日打った感じで見ると600ポイント低め。で消化中はレア役です。とにかくレア役、レア役引いた場合はあの仲間の同行抽選ですね。通常時で割りました通り仲間の同行抽選と、暴れん坊高確率っていういわゆるポイント、ライジングチャレンジポイントの特化ゾーンがあります。それを目指していくと。でもうマジ吉宗ライジングの大事なところナンバーワン、この後入る八代将軍チャレンジ、ナンバーツー暴れん坊高確率、それぐらい大事。あの暴れん坊高確率に入れればやれれば1000貯まります。それぐらい貯まるライジングチャレンジポイント、やれなかったら50とかで終わりますだからすんごい大事。そんな感じですかね。暴れ暴行確率の、詳細については入った時にご説明しましょう。はい、で、100枚消化し終わったんで次回八大将軍チャレンジ、はい、キャラクターセレクトできます。吉宗、G、姫、それぞれ吉宗がチャンス告知、 G が完全告知、いや一発告知、はい、一発告知、姫が最終告知と。自分が打ってる感じで吉宗が一番面白かったですね。まずは吉宗からいきましょうか。で八大将軍チャレンジなんですけれども、15ゲーム継続の、まあ、AT の高確率ゾーンとでも言いましょうか、10.6 分の1で青縄揃い AT 確定、もしくは霊役からの青縄揃いでも OK です。で昨日打った感じでは強烈役引きはもう漏れなく AT には当選してたんで、まあ、そこが強いかなといった感じです。ただまあ王道はマジで青縄揃いですね。吉宗の場合はカットインが出て
7が揃えばエティッツ。いきましょうか。これ青7を狙い、あ、もうあのね、カットイン昇格は一度も外したことないです。はい、これでもう7揃えは OK でしょうね。じゃあ2角狙いますか。左リールに青7を狙ってテンパイすれば2角。はい、2角です。ブーっていうバイブとともにこっから暴れん方がバーンって飛んでくるのがもう気持ちよくて、はい、これで成功。面白いですよ。ちょっとね、ちょっと中毒性高すぎるんですよこいつ。あ、もうマジであかん。これ今1ゲーム目で 10.6 分の1を縄ぞれ引いたってことです。あと普通の通常のシムネのモードでカットインごとの期待度、昨日サンプル取りましたんで、まだまだちょっと少ないとはいえ若干のおおよその期待度をお話していけたらなと思います。結構面白かったですね。あ、しかも高設定した弱マジか、一発目出たん。え、あるんじゃね、ない、どう、昨日打った感じでは設定6、15% ぐらいでデフォルト以外が選ばれてました。はい、これはダーゾレにします。で姫狙っても OK。 よし、行きましょうか。で姫もちゃんとヘルメットかぶるんで、いいね。演出凝っててさ、もう音も最高でさ、もうちょっとどんだけ幸せだなで前回あの姫の開始画面で、今回 G なんでこれデフォルトですね。またここで姫とか来たら特化ゾーン確定、そのままいなくなっちゃうことはあります。でこれ強チェリーですね。右リール中段にボーナス図柄、まあ、これブランクですけど710ポイントで強チェリーから。で強レイアクの場合は結構漏れなく漏れなくというか哀れん坊効果率に結構期待できたんで、昨日はこれ強いですね。プッシュ、はい、ブルマイプッシュ。これでまたサンプルが増えましたわもう吉宗ライジング打てば打つほどサンプル増えるんで幸せなんですよね。これをエクセルでまとめて発表するのが幸せすぎて。でこれで暴れん坊効果率ですね、5ゲームプラスアルファ。はい、でここで今3人キャラいるんですけど、対応したベルを引ければその対応したキャラの恩恵が受けれます。それぞれ、G 吉宗で、まあ、姫もいるんですけど、色がこれオーラまとってるじゃないですか。青が、まあ、一番下、青、緑、赤の順番でライジングチャレンジポイントと獲得量が増えます。でそれ以外にも鬼輪版と馬がありますね。で鬼輪版の場合は太陽薬引いて次のゲームもベル引ければ大量ポイント。馬の場合はこのベル中ベル引ければ数ゲーム間にわたってポイント獲得できます。残念、これ右がい姫、これはレアクいきましたレアクいきました。レアクいた場合はより多くの、ね、ポイント獲得に期待。緑松から50ポイント、2って書いてますけどちょうどポイントと対応してますんでこれ50ポイントです。よし、これを繰り返すだけで今保証ゲーム数8点あったんですけど、ベルかレアグ引けなかったら終わっちゃいますね。おー早いって、はい、だからとにかくベルとレアグ引き続ければ1000貯まるし、引けなかったら終わるっていう感じですね。あれやれたらマジでぶっ壊れます。でライジングチャレンジポイント1000貯まった場合、八大将軍チャレンジ成功すれば特化ゾーン入るんですけど、八大将軍チャレンジ失敗した場合は1000溜まってれば AT 継続はしてくれるんで実質セットストックと同じですね、はい、だから強い
一回は保証あるみたいな。逆に成功すれば特化ゾーンついてくるし、だから大事なんですよ。暴れん暴行確率が超大事。あ、レアクいきましたね。これチャンス目がいいな。あ、待つか。まあ吉宗でいきます。でこの後多分疑似遊戯のカットイン出ると思います。はい、疑似遊戯ですね。若干リールがこうプルプルしてると思うんですけど、これ疑似遊戯です。だね。もうとにかくカットインよね。早いって。終わったー。下手すぎる。これデフォルト入って。枚数は見ないでください。174枚。はい、やれてねー。これ引いたっしょ。レア役姫の後期。あー待つか。お、踊った。ちょっと待って、ブー来た。これは外したことないっす。太陽役じゃない待つで当たり。え？え？非太陽待つ設定差ある。多分当たりますよ。多分っていうか昨日当たったんだよ。花嫁修行熱いんすよね。昨日も当たったんで。これだしすぎ。どんだけ醤油かけてる。これ辛いぞ。この後か。3ゲーム継続。リアルオーク。リアルオーク出ました。これで AT 飛んできたらまあもう助かる。感謝する。はい、まあ、当たりは取れましたね。おそらく松当選非対応のですね。まあそう簡単に当たんないと。ただ松当選はでかいな。いやー上を期待するなら早めに外れからの直撃見たいですね。あの基本的に死亡2桁50から前兆始まるんですけど、まあ、それ以外のところから前兆始まれば実戦上外れからの直撃で、まあ、そのまま AT 確定なんですけど、昨日2回来たんですよね。2回。もうなんか110ゲームぐらいからいきなり前兆来て、えみたいな。2回あって、まあ、トータル大体2000分の1ぐらいだったんですよ。外れからの AT 直撃っていうのは。ダイトさんの機種番長ゼロも直撃設定差ありますし、スマスロ鏡もあるんで、まあ、歴代ダイトさんの機種を参考に出すなら、まあ、ここに設定差があるというのは割と一般的な考えにはなるんで、早めにそれを確認できればちょっとあるぞ。マジである。右レールに7止まれば総時点で AT。 もう将軍ボーナスあんま良くないぞ。はい、ゾルトラーク3枚目。いやーもう3回目。こうなったら次もレギュラーが。はい、2ゲーム、3ゲーム。これこれこれ、雨降って雑魚固まる。これ緑文字チャンスアップだと思います。当たりました。疑似遊戯です。しかもこれリーチ目なんで AT 確定。さあ行きましょう。2回目の AT。
投資22本で済んでるのは完全に初当たり軽いおかげ駆け抜けもう勘弁して141枚はい、ゾロトラーク4枚目いやまあ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 もうちょっと言ってたことと全然違う方向に行ってますね早くサマイユーリッカン2400切らなあかん言うてんのにもうダメな方向に行っちゃってるちょっと見とけよマジで覚えとけ絶対出したんねん冗談抜きでもう嫌な予感はしてるけどさそんな関係ないもう力でねじ伏せるしかないんでこれで13ゲーム目多分次で発展すると思いますはい追っかけさあ788これが天井ですね盗んだバイクで走り出す行く先もさあ行きましょうさあ行くぞもう知らん絶対仕留める80歩あるからね一応下パに消えたりここの八大将軍ランプの8が光ったりしても全部7ゾロに繋がってくれてますね赤カットインはね昨日1回しか外したことないんで実戦上鍛えると 90% ボタンを反応しないじゃあ中押し姫狙いましょうか OK 一角でこれあえて7を外すことで復活エース見れるんですよねやってみましょうかはいでこっからもう内部的にナーゾレ権利は持ってるんでもう普通に消化するだけで OK でもう1回揃ったら2個目の権利獲得ですデフォルト画面でこれプレミア見れますあの番長ゼロのトドロキ BB とかミサイ BB みたいにあの潜伏告知をわざと選べるんでブースマホ演出プレミアですこれで大盤振る舞い行きましょうこれはなかなか選ばれなかったんで最高これが青やこしして7が揃うリプレイと揃わないフラグがあるんで緑失敗ちょっと待ってあと5ゲームしかないチャンスこれ連役引いてますチャンス目やなチャンス目初代将軍チャレンジ中のチャンス目は1回しか外してないんで昨日結構熱いんですよねよし第一手昇格でナーゾロイ今ではおそらくあのチャンス目からのナーゾロイ権利獲得でいいと思います今義勇気だったんでさあ行きましょうもう一回普通に吉宗で行きますね1ゲーム早いリプレイフラグあのむずすぎなんですけど325枚あかんちょっと今日あかんわ圧倒的にやれない全てにおいてつらすぎなんですけどいや別に出玉的には別にいいんですよ何も見せれてないんですよねこんだけじゃライジングそれやってないんでそれがつらいっすそれを引けてないんですよ
やばいな、ちょっと焦り始めてる。6人目ゾロトラック、はい、7人目、はい、1194ゲーム天井です獲得枚数すら表示されないんですが、天井単発1200ゲームで回して100枚いかず。9人目の戦士、10枚目、10枚目ね、10枚目、もう一回言います、10、顔面血だらけですジャグリアクいた、一応ブルマイライジングの抽選あります。いやー200枚ですね。一応あのブルマイライジングの突入抽選は行われてたんですけど、まあ、漏れた場合は3枚数のアップ抽選ありますね。200枚、 12.5% ぐらいで300枚の振り分けあったんですけど、そこは取れませんでした。まあまあまあ、さあ行きましょう。もうおこなんで、もう G を切れさせたら勝ち。はあ気持ちいいやっと揃えたわ、ほんまもう何億年ぶり極端に1ゲーム目に揃えました。でこれ背景デフォルトです。後ろにデカ太郎とかいたら名揃い権利の持ってる数を示唆してくれますね。どこにたどり着くのに91本も使いましたわいやまあおもろいんよ、おもろいんよ、これだけを伝えたいわ。おもろいんよこいつ、おもろいし気持ちいいんよ2連で終了もう今日はダメ今日はダメ、はい、やめます。もう今日はダメ、もう今日はダメ、もうごめんなさい、実戦終了です。91本、すがすがしい。今日はなんかまだ結構学べたところが多かったんでまだニコニコしてますね、はい。ただやっぱあんだけ投資入ってても面白いとこは面白いんで今後も打っていきます、はい。吉宗ライジング極めたい棋士の一つでありますんで、実践サンプルたくさん取っていって、まあ、出てない情報をね明らかにしていこうかなといった感じで今後ともよろしくお願いいたします。次はちゃんと出しますね。確率通りに AT 続けてれば多分こんなことになってなかったんで、まあ悪いのは自分です、はい。次は何とかします。本当に今日はありがとうございましたまたお会いしましょう。さらば。さあ本日は出玉紹介ですね、やっていきたいと思います。でまずこのカートと北斗初当たり15回、さすがにこれはありますね、はい。この北斗も初当たり10回良さそうで、カバネリもですねこれ2000枚綺麗に出てますね、良さそうですねやっぱこれも、はい。でこれも、結構初当たりはしっかり取れてるんで良さそうなカバネリ、エウレカいいですね、エウレカ、エウレカもしっかり初当たり取れてます。グランベルブもずっと打たれてますねこの強さで、コード天然5000枚、万枚出てる、やば、天然万枚すごいわ。で戦国乙女が結構直撃引いてるみたいで上はありますっていう視聴者の方もいらっしゃいましたね、しっかり初当たりも取れてます。